演武開演。どうも、本日は小部屋の焦がしキャラメルフランスを食べたいと思います。では、いただきます。なるほど、そっちでも来ましたか。確かにただのキャラメルではありませんね。濃厚で苦味があるだけじゃなく、焦がしという名前のゆえんなのか、ザラメのようなカリカリした食感も楽しめて、とっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。